船長の検証の一例船長とは、特定の船舶の乗組員で、船舶の指揮者であるとともに、船主の代理人として、法廷の権限を有する者。日本では、軍艦の長を艦長と称している。ヨットにおいては、艇長あるいは、スキッパーと称することもある。知らせの環境にある、艦長席。同艦の艦長は一差が務めるので、赤いカバーが取り付けられている。船長は、 船舶の運航指揮者という航行組織上の地位、海上企業主体の代理人という企業、取引組織上の地位の二面性を有する。複製は上身の素でしょう。または検証の市場の線を持って船長の職位を表すことが多い。船長の席は通常ブリッジの右寄りにあるが、航空母艦ではアイランドを右辺に寄せた設計となっているため、 飛行艦板が見渡せる左側に寄せている。一目でわかるように席の色を変えている船もある。軍艦の場合は、階級のキャプテンと区別するために C キャプテンと表記する例もある。船長は、海上企業主体によって選任される。船舶共有の場合は、船舶管理人が選任を行う。船長には、航行区域と船舶の大きさに従って、 船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める有資格者のうちから専任しなければならない。船長がやむを得ない自由により自ら船舶を指揮することができないときは法令に別段の定めがある場合を除いて他人を選任して自己の職務を行わせることができ、これを大船長という。この場合においては船長はその選任につき船舶所有者に対して 責任を負う。また、船長が死亡したとき、船舶を去ったとき、またはこれを指揮することができない場合において、他人を占任しないときは、運航に従事する会員は、その職償の順位に従って、船長の職務を行う。これを代行船長というが、代行船長は厳密な意味での船長ではない。船長は雇用契約の終了自由によりその地位を失うほか、 船舶所有者は何時でも船長を解任することができる。ただし、正当な理由なく解任したときは、船長は船舶所有者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。司法上の権限広報上の権限船体、機関及び排水設備、操舵設備、軽船設備、要病設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。 積載物の積み付けが船舶の安定性を損なう状況にないこと。喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。水路寿司その他の航海に必要な寿司が整備されていること。気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が 収集されており、それらの情報から判断して、後悔に支障がないこと、後悔に必要な人数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること、全覚悟に掲げるもののほか、後悔を支障なく成就するため必要な準備が整っていること。大日本帝国海軍における艦長とは、 軍艦外務令の官邸内において定められた協議の軍艦の指揮官で、これらの艦首には菊花紋章が付けられていた。軍艦に含まれていない駆逐艦や潜水艦などの指揮官は、長と呼ばれ、駆逐艦長や潜水艦長というのが正式な故障であった。後者の場合、艦長と同列の指揮官は駆逐隊指令や潜水隊指令となった。 海上自衛隊における艦長について解説すると、自衛艦上院服務規則においては、艦長は一艦の首脳である。艦長は法令等の定めるところにより、上級指揮官の命に従い、副長以下上院を指揮統率し、艦務全般を統括し、忠実にその職責を全うしなければならない。と謳われている。また、自衛艦が、 遭難等で沈没する際も艦長は先に体感することが許されず、艦長は遭難した時間を救護するための方策が全く尽きた場合は、乗員の生命を救助し、かつ重要な書類、物品等を保護して最後に体感するものとする。とされる。海上自衛隊では、艦長の座る席を明確にするため、色付きのカバーをかけている。古くから商船が沈む際には、 船長は最後に離船する、時には船と運命を共にするという事例が見られた。こうした伝統は、長年、商船の運用を行ってきたイギリスにおいても、法令などで成分化されてはいない。1980年、LNG 船が関門海峡の東病地で座礁した際に、アメリカ人船長がピストル自殺した、例、1997年、福井県沖で、 ナホトカゴ重油流出事故が発生した際に、ロシア人船長が救出を拒否して、後日、遺体となって発見された例など、個別事例は、枚挙にいとまない。しかし一方で、2012年のコスタコンコルディアの座礁事故、2014年のセウォル号沈没事故のように、船長が救助の現場で指揮、監督を放棄し、いち早く避難するといった、極端な例も見られる。 一方、日本では、過去、前日のように、船員法第12条で船長の最後利線が、同法123条で、罰則規定が定められており、義務として定着していた。しかし1969年から1970年に、かけてボリバー丸、事故、波方商船の、波島丸事故、カリフ、ルニア丸事故と立て続きに3件の遭難事故が、発生する中で、 それぞれの船の船長が理船を拒否して殉職する例が見られたため、日本船長協会は誤った社会通念を生むとして、船長の責任を軽くするよう主張を行った。この結果、法改正が行われ、船長の最後理船、最後対戦は義務ではなくなっている。AB 田村淳之介、平手慶道、現代法講義保険法、解消法補定第2判成林書院。 1996年162ページ。艦長、機長の席は右左陸軍では、大尉の故障になる ABCDEF 田村、淳之助、平手慶道、現代法向義保険法、解消法補定第2判成林書院。1996年163ページ。田村淳之助、平手慶道、現代法向義保険法。 解消法補定第2版成林書院、1996年、164ページ。AB 田村淳之助、平手慶道、現代法向義保健法、解消法補定第2版成林書院、1996年、165ページ。自衛官上院含む規則について艦長、基調の席は右左一度は乗ってみたい、潜水艦。 艦内は、こうなっている。海上自衛隊、親潮型潜水艦、薪潮の内部その一自衛隊新戦力図艦、モーターファンハットアイフズマだよりナンバー21、日本船長協会事務局、ナホトカゴ海難、流出油事故の概要と今後の課題、海上保安庁、2020年11月11日閲覧、イタリア客船座礁事故、元船長に、 金庫16年の判決。CNN。2020年11月11日閲覧。セオル号船長、殺人罪で、無期懲役確定勧告最高裁判決。朝日新聞。2020年11月11日閲覧。船長を死なすな最後対戦義務条項は、不当船員法改正へ動く。朝日新聞昭和40年3月6日、長官、12班。 15面。ありがとうございます。